皆さんどうも、一週間ご苦労様です。木根まさこです。本日は、映画日記をつけていこうと思っております。本日クリスマスということなので、クリスマスにちなんだではないですけど、ちなんだものとかわかんないので冬に見たくなるチャーリーとチョコレート工場という映画の日記をつけていこうと思いますので、よかったら見たことある方は最後まで一緒に見ていただければなと思います。で、見たことない方はネタバレを含んでしまいますので、途中まであらすじまで見ていただいて、もしくは、もうちょっと古い映画にはなってしまうと思うので、私が、お伝えしようと思っているのは、ティム・バートンさんのチャーリーとチョコレート工場です。それ以前にも映画化されてるんですけども、ティム・バートンさんがジョニー・デップさんと一緒にやってる、チャーリーとチョコレート工場のお話をしようと思ってますので、もしよかったら、もうネタバレ含むんですけど、最後まで見ていただいてから、見てみていただければなと思います。私の映画日記は1、どんな人に見ていただきたいか、2、あらすじ、3、ネタバレ含む感想というような形となっておりますので、よかったら、その区切り区切りしておきますので、見られる場所まで見ていただければなと思います。はい、では1番、どんな人に見ていただきたいかを伝えさせていただこうと思います。そうですね、ちょっとひねりの効いた辛口テイストも入ってもいいようなブラックコメディとかも好きだよみたいな、ユーモアがあるようなでもほっこりするようなもの見たいよという方とか、あと、まあ、冬がもうね、ものすごいね、雪景色がすごい綺麗なんですよ。なので、冬なんかちょっと見たいなみたいな冬を感じたいなみたいな方で、家族がテーマのお話になってますので、家族と一緒に、ワクワクドキドキしながら見てみたいなという方は、めちゃくちゃおすすめなので、よかったら見てみてください。はい、2番、あらすじになります。町の中でですね、大きなお菓子の工場があるんです。そこはですね、ものすごく大きい建物なのにもかかわらず、人の出入りが全く持ってないんです。なんですけど、お菓子はものすごい数供給されてくるんですね。ただそこをちょっと、その工場を経営しているウィリー・ウォンカーさんという方の、なんかこう気持ちでですね、もう誰も雇わないという形で、全然誰も、もう十数年、何十年ぐらいに近いぐらい、人が出入りがなくなってしまった工場なんですが、ある日ですね、その工場から、5枚のチケットを、配布するよと。で、まあ、お子様限定なのかな、まあ、とりあえず5枚のチケットを全国に配布するよと。そのチケットを手に入れた人たちは、僕の工場を見学させてあげるよと。で、いろんな試練があるんだけど、その試練に合格した人は特別な何かをあげるよっていうような形のお触れというか、そういう宣伝がですね、世界中にでもあるんですね。で、集まった5人の親子がですね、その工場の中でいろんなことを体験する。さあ、果たして誰がその特別な何かを手にできるんだろうかっていうお話となっております。ごめんなさい、 その中でもですね、タイトルにあるチャーリー君という男の子もその5人の中の1人に含まれるんですけども、男の子なんです、チャーリー君は。チャーリー君がですね、とっても貧乏な男の子で、そのチケットをなんとか手に入れて、さあ果たしてその特別な何かを彼はもらえる
人になれるんだろうかというようなねお話となっております。すいません、ちょっとあらすじがぐたぐたで申し訳ございませんでした。そんな感じのお話です。で、では3番目ですね、ネタバレ含む感想となっております。今回の映画はですね、もうだいぶ古い映画になっていると思われますので、ネタバレをバンバンすると思います。よかったら知ってる方は見ていただいて、知らない方も、どうしてもこう内容を見るのがとってもね、お話聞いてから見てみたいよって思ってくださる方はですね、よかったら、私の感想なんで、ネタバレ含むんですけど、感想を聞いてから見てみたいよと思っていただけたら見ていただければなと思います。では私の感想、ですね、このチャーリーとチョコレート工場自体はジョニー・デップさんが大好きで、ティム・バートンさんのなんかペアというか監督作品って結構好きで見てたりするんですけど、チャーリーとチョコレート工場に関しては見なかったんです最初なんですが、妹がですねブルーレイを買ってくれて私にプレゼントしてくれたんですよ。で、妹のセンスってすっごく良くて、大体私が敬遠しているようなものでも妹がね選んでくれたものとかってすっごく私に合ってたりとか、私の大好き、もう私のすっごい好みの服をとかを見つけてきて買ってくれたりとかしてくれるんですね。で、妹が買ってくれたんだから見てみようと思ったんです。私ブラックコメディってとっても苦手で、なんかこうね、こう何どこを笑っていいのかよくわかんないみたいな感じで感じちゃうんですね。ちょっとブラックコメディっていうの、ブラックユーモアっていうのってやっぱこう不幸というか皮肉みたいな感じのところがあるじゃないですか。その皮肉さがすごい怖くてあんまり得意じゃなかったんですが、このチャーリーとチョコレート工場はものすごく皮肉が込められてはいるんですけど、その根底が家族に対するコンプレックスだったり、家族っていうものって何なんだろうみたいな、このチャーリーくんの家はものすごく貧乏で、でもお父さんもお母さんも愛し合ってるというか大切に思い合ってて、両親の両親、おじいちゃんおばあちゃん、2組とものおじいちゃんおばあちゃんと7人で生活してるんですけど、ね、その中でもその全員がどんだけこう嫌味なこと言ったり皮肉屋だったりしても、ね、ちょっと可愛かってちょっと抜けてたりとか、ね、地方が入ってる感じの人とかいても、すごく大切に支え合ってなんかこう暮らしてるんですよね。で、チャーリー君のことをすごくすごく大切に思ってるんです、家族全員で。で、チャーリー君もそんな大切に思ってくれる両親でありおじいちゃんおばあちゃんたちを本当に大切に思ってて、で、対するウィリー・ウォンカーさんは天涯孤独ということではないけれど、まあ分け合って今は一人ぼっちになってしまって、その工場で働いてる、まあちょっとね、ウンパルンパっていう種族の人たちをこうね雇い入れて、大家族みたいには過ごしているけれど、その家族っていうものにすごくトラウマやったりすごく嫌な思いをしたっていうことがどうしても抜けなくて、そのね、なんかその相対する2人の対比だったり、だからこその見つけられるもの、お互い与えられるものっていうのを最後の方に明確にできたりとか、で、他の子供たち5人の中のね、子供たちもやっぱり親の期待を背負ったり、こう親には分からない世界を持ってたりね、そういったものってやっぱ子供は自分の子供だとしてもやっぱり別の生き物だし、どうしてもこうね、こう違うところもあるんですけど、どんな風になってもやっぱりね、大切であり大事にしたいものだっていうのを、こう例えばどんなことがあって傷ついて離れたとしても、最後にはちゃんと和解できたり、こう一緒になんかね乗り越えれたりとかしていきたいするようなものだっていう感じの教訓みたいなものを
この映画にはすごく盛りだくさんに入っていまして、冬の寒い時期に家族であったかい部屋でこういったあったかいちょっとブラッキーなジョークもすごい満載ですけど、それもなんか皮肉、ただの皮肉じゃなくて、大切にしないと、あるものを大切にしないとそれはいつまでもあるものじゃない、もしかしたら取り戻せなくなるかもしれないものはやっぱり分かってるうちにちゃんと大切だって伝えておこうねみたいな、そんな映画になってるので、よかったらほっこり見ていただければなと思います。本日もご視聴いただきましてありがとうございます。YouTube 毎週日曜日時間不定期になりますが、上げさせていただいております。よかったら見てくださればとても嬉しいです。ハクナ毎週水曜日22時半から23時でやらせていただいております。延長したりとかすることもあると思います。よかったら、ちょっと覗いていただけるだけ、気にしていただけるだけでも本当に幸せなので、聞いていただければなと思います。TikTok はこの動画の切れ端とか、歌動画の場合はこういう歌を歌いますよっていう、タイトルみたいなものをさせていただいておりますので、よかったら見ていただければなと。 YouTube ショートはその TikTok のショートバージョンを上げさせていただいておりますので、よかったら見てみてください。 Instagram、Twitter は動画の告知や、何かしますよっていう時の告知をさせていただいておりますので、そちらでも絡んでいただければなと思います。本日も最後まで見ていただきまして本当にありがとうございます。それではまた来週お待ちしております。それではまたね、またね。来週で今年最後かなと思いますので、よかったら皆さんの今年1年頑張りましたね。来年もいい年にしましょう。それではまたね、またね。